ファミリーレストランのガストは、昨日からおよそ6割の商品で10円から20円価格を引き上げました。値上げはおととし10月以来で、人件費や原材料費の高騰が影響しました。去年11月に値下げしたチーズインハンバーグなど30品目は価格を据え置きます。